2023年2月4日立春、今日は淡路島へ行きます。毎年フグを食べに行ってます。9時半に集合の予定が、どんだけぴったりですね。いや、ぴったりです。9時50分ぐらいに来ました。常習犯だいたい起きてよって8時ぐらいにしたら、あ、行ってきます。待って、何これ、行ってきます。ダメだよ、今から出発して、何時予定、はい、あ、まず淡路島サービスエリアに行って、はい、あの明石海峡大橋をバックに写真を撮ります。これ毎年恒例です。で、その後はそう、淡路島へ行ったらハンバーガーを食べようねっていう約束をしてて、今いろんなところの淡路バーガーを食べてるんですけど、今日は一つ目的地を決めてるので、そこに行ってお昼ご飯を食べます。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。はい、高速に乗ります。まもなく料金所です。ゆっくりゆっくり。西宮方面の左方向です。西宮って西宮じゃない、なんかこの波左方向。うるさいわ、失礼なこと言うの。なんか濁るとこ濁んないですか。やかましいよ。なんか発音も行くぜ行くぜ行くぜ。24ポンコツ車トンコツがポンコツ言うの。行くで、はい、行くで行くで行くで。10時32分。何が、すいません、11時半に着く予定だったんやけど20分予定は、予定は変わるのよね。行きますよ。遅刻した分だけ、してません、ちゃんと押してます。押してません、きっと挽回してるから大丈夫。よし、行くで。はい、さあ、言うみたいですけど、言うんじゃないです。トンネルです。すごいからね。沖縄ってさ、なんかベストなシーズンがよくわかんない。わからん。台風ない時でもさ、10月に行ったのにさ、まああれはでもフィリピンに台風があったからやけど、すっごい風やったし、暑い時に暑いところに別にわざわざ行くのもって思うと、なんかいつがいいんかなと思う。本当いいですか、私は昔から言うと見納めで、あ、あれだ、観覧車の乗り物で乗りをしてる。あ、痛い痛い痛い。何、予定通り着きました。予定通りじゃねえわ。予定通り着きました。淡路サービスエリア。何分おき、え、2分ぐらいちゃうかな。で、観覧車があります。ダンダダン、乗ってないよ、できると思ってた。結構な人乗ってないじゃん。あ、乗ってる。でもめっちゃ空いてるじゃん、お前。
はい、はい、じゃあ引かれたら引かれたら、おあれか、うん、これ、こっちは出てきたか、あ、引かれてたかな、いいって鳴らせよ、でも早くだから鳴らせよ、めっちゃなんか霞んでる、今日の明石海峡大橋霞んでる、全然よし、こっちだ、この辺だった、今ここだよ、え、こっちじゃん、あ、間違えた、こっちだよ、こっちじゃん、行く橋読むんだ、ここは、あ、ほら、あれ、ハンマーが来るところだよ、どこ、行く橋、行く橋って入れたのに、あ、そう、で、今日泊まるところはこの福良、あ、ほら、三年プランの会これ、うん、タイ、あ、タイな、あ、桜松の話もしてる、あ、そうなの、ね、次は松は、そうなの、イサケの偽物みたいな、違うわ、はい、行くで、なんで霞んでんだろうな、あんまり寒くないしね、風がないんで、え？いや、ダウン脱いでも大丈夫、はい、え、マジ？俺あんまりまだお腹空いてないんだよ、え、普通チューリップっていつだっけ、春、春、春、もう春のようなもんじゃん、小学生が乗って入学式の時取るじゃん、チューリップの前で、あ、違う、でもまあ咲いてないけど、つぼみやで、食べた、あ、フルーツレディめっちゃでか、1480円、これ見てかわいい、でもこれお前、うん、猫のさ、食パン、顔はさ、黒についてるだけ、食パンの、あ、そうか、淡路チーズ工房の、すごい、こっちチーズ、ハンバーガーで、うん、おー、すごい、見にくいかも、これプラス、ドリンクで1500円、